日本共産党の佐々木健翔でございます。安倍内閣は、デフレからの脱却、これを最大の課題として掲げておりますけれども、問題はですね、なぜデフレが長期化したのかという点であります。で、総理は本会議での私の質問に対してこうお答えになりました。我が国経済は長期にわたり需要が弱い中で、企業などによる日本経済の将来に対する成長期待の低下やデフレ予想の固定化もあって、デフレが継続してきたと、このようにお答えになりました。で、長期にわたり需要が弱いという状況がベースにあったというふうに思います。で、私は需要の中でもですね、家計消費の落ち込みというのが非常に大きかったと思います。で、麻生大臣に確認したいんですが、家計消費というのはですね、国民総生産 GDP の約何パーセントを占めているんでしょうか。山口財務副大臣。すみません、数字でございますので、私の方からお答えをさせていただきたいと思います。内閣府の国民経済計算というのがありますが、これによりますと、お尋ねの家計最終消費支出の国内総生産、名目 GDP でありますが、に占める割合は、2011年度におきまして、59.3% になっております。委員長、佐々木健翔君。59.3% というのは約6割ですね。で、これは家計消費というのは、経済全体に決定的な影響を与えるというものだと思います。で、ところが、この家計消費がですね、内閣府の国民経済計算によると、10年間で6兆円以上も落ち込んでおります。で、総理にお聞きしますけれども、これが内需を落ち込ませた最大の要因だと私は思うんですね。総理はどのように捉えておられますか。安倍内閣総理大臣。我が国経済はですね、これまでの、10年間を振り返りますと、先ほど佐々木健翔委員が紹介をしていただいたんですが、長期にわたり需要が弱い中で、企業などによる日本経済の将来に対する成長期待の低下や、デフレ予測のですね、予想の固定化が生じたことや、あるいはまた2000年および2006年、量的緩和解除、ゼロ金利の解除、といったですね、日本銀行の判断が、今から考えれば、早かったことなどからですね、長期にわたるデフレから脱却できなかったというふうに考えておりますが、このような長年にわたるデフレの中で、莫大な国民の所得と産業の競争力が失われ、頑張る人が報われるという社会の信頼の基盤も揺るがされている状況でありまして、こうした教訓を踏まえれば、従来の延長線上での対策ではできないということで、三本の矢によってですね、デフレから脱却をし、そして経済を成長させ、さらには国民の収入が増える、そういう景気の好循環の中に日本もですね、入っていけるように努力をしていきたいと思います。佐々木健翔君。いろんなことをお答えになりましたが、家計消費というのは非常に経済全体の中で重要であり、それが落ち込んでいることがベースにあるということはお答えの中にも見えました。三本の矢がそれに、家計にですね、しっかり軸足を置いてやられているかどうかというのは、これから検証したいと思うんです。で、家計消費が落ち込んだ理由ですね。で、一つは収入が減っているからです。で、雇用者所得、労働者の賃金は10年で22兆円も減少しております。年金の給付も減りました。収入が減った上に、今度は税、社会保障、保険などの負担が増えました。そのため手取り収入がですね、大変大きく落ち込みました。このパネルを見ていただいてもですね、2002年以降、小泉安倍内閣が国民負担をいかに増やしてきたかというのを示しております。非常にたくさんあるんですよ。所得税、住民税の定率減税の廃止、厚生年金の保険料の引き上げ、失業給付が減らされる、あるいは健康保険の窓口負担が3割になる、介護保険料も引き上げられた、生活保護の母子加算、老齢加算が廃止された、
老人医療の窓口負担が増えた、年金が減額された、まあ、本当にじわじわとですね、国民負担が増えて、合わせて、我々これを数字を計算しますとね、12.7 兆円に、上ります。まあ、総理、この長期にわたり需要が弱くなったっていう状況を作り出したのは、小泉安倍内閣にも大きな責任があったんじゃありませんか。安倍内閣総理大臣。今、委員が示していただいたですね、この負担増についてはですね、これ、主に社会保障の給付において、給付と負担のバランスを取っていくということと同時に、社会保障をですね、持続可能なものにしていくための対応であった、適切な対応であったと私は思っております。委員長。佐々木健翔君。給付と負担のバランスといいますけれども、給付が減り、負担が増える、これ、バランス欠けるんですよ。で、そういう状況というのがですね、過去、非常に大きく国民の暮らしを直撃をしてまいりました。で、これ例えば政府に対する国民の怒りはですね、こういうところに出てきたわけです。例えば所得税、住民税の定率減税の廃止がありましたね。で、あの時は全国各地の市役所の窓口にね、怒りがもう殺到しました。列島騒然と言われるような状況がありました。あるいは後期高齢者医療制度に対しても怒りが爆発しました。で、その怒りのもとで2009年に政権交代が起きました。自民公明は下野せざるを得なかったわけです。で、ところが生活第一と言って政権についた民主党はですね、この負担増を放置して、大変な負担が残ったわけです。このパネルを見ていただきますと、総務省の家計調査に基づいて作成した平均的なサラリーマン世帯の家計であります。2000年から2011年比較しますと、勤め先収入は46万6千円減少しております。で、その一方でですね、所得税、住民税の増税があり、社会保険料の負担が大きく増えております。合わせて16万9千円の負担増であります。で、そうなりますとね、手取り収入、可処分所得が大きく減って、消費支出は実にですね、これで57万9千円も減ってるわけであります。これは大変な事態だと、総理、思いませんか。安倍内閣総理大臣。つまりですね、このだんだん収入が減っていくというのはですね、デフレによってですね、これは物の値段も下がっていくわけで、ありますから、当然企業の収益も減っていくという中においてですね、給与も残念ながら減っていく、いわばこのデフレの負の、スパイラルの中での、これ減少でございますから、これを変えていくために我々は今、デフレから脱却をして経済を成長させていくと、そしてその成長の果実がしっかりと国民に行き渡るようにしていきたいと考えているところでございます。佐々木健翔君。このデフレの負のスパイラルを加速してきたのがですね、国民の負担増でありました。そこを本当に直すのかというのが問題でありますが、昨年結ばれたその自公民の三党合意ですね、で、これさらに輪をかけて国民負担を増やそうということになっているわけであります。で、昨年末のですね、総選挙では消費税増税をしないと公約した民主党にですね、公約違反だということで批判が集中して厳しい審判が下りました。しかし再び政権に就いたこの自民党公明党はこの国民負担増をそのままですね、押し通そうとしております。来年4月から2015年の間にですね、2年間で消費税を 13.5 兆円大増税であります。これは私は尋常じゃないと思うんですよ。消費税の増税分だけで法人税額を超える大きさであります。で、確認をしたいんですけれども、財務大臣、この戦後の日本でね、これだけ多額の増税が実施された例はありますか。麻生財務大臣。物価も先生だいぶ違いますんであれですけれども、額、絶対額でいけば一番高いと思います。委員長。佐々木健翔君。つまり一番高いということは、過去こんなに増やした増税はなかったということですね。で、このパネルも見ていただきたいんですけれども、
負担増はこの消費税だけではありません。年金、介護、医療、子ども手当、年少扶養控除廃止、まあ、こういうことで負担増給付減、まあ、大変なものであります。でこれもいずれもですね、手取り収入をさらに減少させる要因ですね。合わせて 6.5 兆円です。消費税増税分と合わせて全体でこれから20兆円ですね、負担を増やすと、給付減、こういうことになるわけです。まあ、総理にお聞きしますけれども、これからこんなに家計に負担を負わせたらですね、消費を一層こう冷やすことになって、デフレを加速させるということになるんじゃありませんか。安倍内閣総理大臣。まあ、この、まあ、消費税の 8%、10% へのですね、まあ、増税分は、これは年金や医療や介護、あるいはまあ子育て、等にですね、まあ、使われるわけでございますし、最近委員ご承知のように、まあ、医療の体制についてもですね、充実をしていくということになっているわけでございまして、まあ、そのための財源においてですね、国民の皆様のご理解をいただいていきたいと思います。まあ、一方ですね、一方今、最近委員がご指摘のような心配もあるのも事実でございまして、いわば景気が冷え込んでいってですね、税収が逆に増えていかないということになってはならないわけでございますので、しっかりと景気の状況等々をさまざまな指数を見ながら、勘案した上で判断をしていきたいと思っております。さっけん諸君、この増税分がですね、全部社会保障に回るなどと言いますけれど、それはデタラメですよ。昨年、私、5月にですね、税社会保障特別委員会で質問をいたしましたら、これ、一旦は社会保障に回るように見えるんです。しかし 13.5 兆円のうち半分以上の7兆円がですね、他の財源に置き換わる、これは政府も認めました。しかも自民公明は不足18兆を入れてですよ、公共事業に使える道を開いたわけですね。ですから我々のこのこういう形で負担されてもですね、負担で取り上げられても社会保障に還元されるという保障は全くない、こう言わざるを得ないと思うんです。で実際にじゃあ家計はどうなるんだろうと、子育て世帯 を見ていきたいと思うんですが、でこれ私昨年ですね、政府に要請して、世帯類型別に試算を出してもらった、これを示したものであります。でパネルを見ていただきたいんですけども、これ政府の試算を集計しました。2011年と2016年、どれだけ、年間の負担が増えるかということであります。でこの試算ではですね、平均的な子育て世帯の場合ですね、税社会保険料などの負担でこれから、36万9300円、負担が増える、約37万円の負担増になるわけです。で、まあ、こんなに負担が増えましたらね、これはもうやっていけないという声が上がるわけです。総理、これにどう答えますか。安倍内閣総理大臣。まあ、一方ですね、まあ、子育ての支援もしっかりと行っていくわけでございますし、まあ、例えばですね、この増税分において、待機児童に対する対応をですね、大きく進めていくことにもなるわけでございまして、そうした支援もしっかりとやっていく中においてですね、ご理解をいただいていきたいと思っております。委員長。さっけん諸君。まあ、しっかりしっかりと言いますけどもね、その保証はないんですよ。実際に、家計に還元されるという数字は政府は出しておりません。で、夫婦高齢者世帯の場合はどうですか。これはこのパネルはですね、総務省の家計調査から作りました。で一番大きな特徴は、年金が年にですね、23万5千円減っているということで、あります。これはもう本当に大変な事態で、その反面、税社会保険料の負担が24万円から34万8000円ですね、約11万増えているわけであります。でその上、この消費支出の中に、これ節約することができない、光熱費、まあ、公共料金ですね、あるいは医療費が
5万4600円増えております。で、10年前を見ていただきますと、まあ、収支がほぼ均衡して、まあ、年金収入で、支出を賄っていた。で、それがほぼトントンであった。ところが今はですね、年に42万3000円というですね、大変な赤字なんですよ。で、これは政府の統計から出てきた数字です。で、これ高齢者から見ますとね、大変な不安でありまして、この政府が出した数字を見るだけでも今後、これから7万から10万もさらに負担が増えるという想定があります。で、私のところにね、高齢者の方々から大変な悲鳴に近い声が寄せられているんです。で、例えば愛知県の方はこう言ってます。国保料、介護保険料が高すぎて生活できない。年金は受給しだしてから下がるばかりです。これ以上下がったら生活できません。医療費はせめて75歳からは無料にしてほしい。京都の方はですね、老後のためと思い苦しい子育ての中から年金保険料を納めてきたのに、満了しても5万円あるかなしかです。で、その中から介護保険料、健康保険料を差し引くなんてあんまりです。こういう訴えですね。で、埼玉の方はですね、年金だけでは暮らせません。貯金を取り崩して生活していますが、すぐに底をついてしまうので先が心配です。あるいは東京北区の方は、昨年度は後期高齢者医療の保険料と介護保険料の値上げで年に2万数千円も負担が増えました。ところが年金は2万円も減らされました。合わせて4万数千円、一月14万円の年金の3割に相当する大変な負担ですと、こう嘆いてるんです。で、この声を総理どう受け止めますか。安倍内閣総理大臣。消費税引き上げに際してはですね、低所得者、年金生活者の方々への対応等もですね、十分に勘案をしていかなければならないと考えております。委員長。総理研修君。まあ、低所得者、年金、受給者に、なんか措置を取ると言いますけれども、例えば月5万円、5000円の給付というのを考えているようですね。で、それはね、まあ、ごくごく一部なんですよ。で、これだけ大増税、大負担が押し寄せてくる中でね、まあ、本当にスズメの涙のようなもので、焼け石に水ですよ。で、そういうことで、何かこの負担増を正当化するというのは、私はもうとても許せないと思います。で、このままいきますとね、年金や賃金は上がらないのに、負担が増え、物価が上がると、こういうことにならざるを得ない。で、ここで日銀の岩田副総裁にお聞きしますけれども、日銀はですね、先ほども議論がありましたね、消費税増税が 3% 上がった場合、5% から 8% に上がった場合、で、それで物価は 2% 上がるというふうに計算をしているようであります。で、黒田総裁は、この日銀の物価目標 2% というのは、2年以内、まあ、岩田さんもそうおっしゃいました。そして消費税増税分を除いて達成すると、こうしているわけですね。で、そうなりますと、この2年後にはですね、増税分で 2%。で、それを除く物価上昇で 2%。合わせて 4% になる。で、毎年 2% ずつ上昇するわけですから、消費税率が 10% になった4年後にはですね、物価は今より、10% 近く上昇すると、そういう計算になるんじゃありませんか。日銀はそう考えてるんでしょうか。岩田日本銀行副総裁。2% のインフレ目標を目指してですね、やっていくということは、総需要を増やしていくということで、それによって今、非常に低い国内総生産をですね、需給ギャップを収めて引き上げていくと、で、さらに成長戦略というのが同時にあれば、その水準がもう一つ上がるということで、実際に私たちの物価の上昇をですね、上回るような賃金の上昇をもたらすためには、
まずデフレ脱却が必要だということと 2% インフレぐらいを目指すということで経済安定させることと成長戦略によって一層生産性を上げていく。で、賃金というのは長期的にはですね、インフレ率プラス生産性の上昇というだけ上がっていくというのが関係があるんで、政府、よりその物価以上にですね、生産、長期にわたって賃金を上げていくというためには、やっぱり、実施、潜在成長率を上げていくようなですね、政策がやっぱり、必要だというふうに思っています。佐々木健翔君。まあ、今のようなこう抽象的な答弁ではね、総需要を増やすと言いますけれども、総需要は抑制されてくるわけですよ。今の政府の統計を見ても、負担増を見ても、賃金はインフレ率プラス生産性上昇だと言いますけれども、机上の空論ですよ、それは。現実に賃金というのが本当に上がるかどうか、それは労使間の関係でしょ。で、そういうことをですね、無視して物価を上げれば何かうまくいくと。これはちょっと私は、この理解できません。で、もう一つ日銀についでにお伺いしますけれどもね、私は7年前に財務金融委員会で、当時の福井総裁に質問したことに、があります。その時こういう答弁ありました。91年における受け取り利子額が、その後2004年まで同じ額で継続するというふうに仮定した場合と、現実の金利所得との比較で、逸失金額を計算すると、累計で304兆円である。まあ、要するに、利子が下がって、利子分、家計に入るべき利子分がですね、300兆円以上もですね、これは減少すると。まあ、こういうふうな答弁がありました。この答弁、事実ですね。岩田日本銀行副総裁。ご指摘のケースについては、その当時、利用可能な統計のもとに、1991年における受け取り利子額が、その後2004年まで同じ額で継続すると仮定した場合と、現実の受け取り利子額の差を計算したもので、その数字自体は正しいものだったというふうに認識しています。ただ、利子所得というのは、経済全体の GDP というですね、ものが大きくならないとやっぱり増えないので、利子所得だけ増やそうとすると、かえって金利が上がって、そのパイ自身ですね、元の分配する元の GDP 自体が減ってしまうということにもご留意いただきたいというふうに思います。委員長、佐々木健翔君。まあ、私は家計の、まあ、収入がですね、どう変化するか、その事実関係を正したわけであります。で、そうしますと、この間ですね、利子所得が減ったために大変な家計のに対する打撃になっているということが明らかになったと思います。で、もう一点、確認をしておきますけれども、このお金が出回るという面、私は二つの面があると思いますが、一つは日銀が金融機関に貨幣を供給する部分ですね。まあ、これがマネタリーベースであります。で、もう一つは、金融機関全体が経済に貨幣を供給する部分、これマネーストックであります。で、この二つに分けて見た場合ですね、リーマンショックが起こった2008年2月今から5年前でありますけれども、その2008年2月から今年2月までの5年間、マネタリーベースは何パーセント増えましたか、あるいはマネーストックは、これ M3 ですけれども、何パーセント増えたか、数字をお答えいただきたいと思います。岩田日本銀行副総裁。マネタリーベースの方は、ご指摘の期間 47%、約 47% 増加し、マネーストックは約 10% 増加いたします。佐々木健翔君。金融緩和をやってもですね、この金融緩和で、ジャブジャブと日銀がお金を供給すると。で、供給してもですね、銀行から先に流れないんですよ。つまり 47% お金増やしたと、この間ですね、5年間で。ところが、銀行から先に流れないのはなぜかというと、需要がないからです。資金需要がないから。で、麻生財務大臣も深くうなずいておられますけれども、これがやはり実態だと思うんですね。したがって私はですね、このマネタリーベースで、どんどんお金を増やしていくというやり方で、果たして経済全体がうまく回っていくかと、非常に疑問に思うわけです。一番大事なことは、
金融機関から先の経済活動をいかに活発化するか、これが大事なことだと思うんです。金融担当大臣である麻生さん、どのように思いますか。麻生財務大臣。これはもう別に歴史をっていうより経験則で、もう2000年の21世紀の初頭からこれは日本銀行として20兆、25兆、35兆まで来ましたかね、あの時は。35兆ぐらいまでいわゆるマネーを増やしたわけですけれども、マネタリーベースを増やしたんですけれども、結果としてそれはずっと市中銀行にスタックして、とどまって、結果的に日銀の当座預金が増えただけ、結果的には市中に出回らなかった。なぜか、需要がないからです。はっきりしております。委員長。佐々木健翔君。でこの需要がないところをどのように増やしていくかというのが一番の鍵でありまして、その中心はやはり家計消費に私はあると思うんです。で政府はその家計消費を冷やしながら物価だけ上げると、こういう形になっているわけですね、政策が。これは問題だと思うんですね。すでにですね、生活の方で所得はそんな伸びていないのにね、物価だけ上がってるんですよ。輸入価格がもうすでに上がり始めております。ガソリン、灯油が上がってる、電気料金、輸入食料品なども上がりつつある。サラダ油、ツナ缶、小麦、ティッシュ、家畜の飼料、肥料、こういうですね、非常に広範な範囲に値上げが今及ぼうとしております。で賃金も年金もですね、上がらないままですね、この物価だけ上がっていくと。でそうなると生活防衛で消費を減らさざるを得ないんです。で結局ですね、需要がさらに減って、不況と物価上昇が同時に進むというですね、これスタグフレーション、こういう形にならざるを得ないというふうに思いますが、総理どう思いますか。どうぞ。麻生財務大臣。今言われたようなことにならないようにするのが第二第三の矢の一番肝心なところだと私どもはそう思っております。事実我々として申し上げましたように、いろいろもう政策はもうご存知の通りで、時間もないことですから、それ政策に触れるつもりはありませんけれども、給与が上がる、事実ベース、まあ、すみません、ボーナスやら等々でそれらのことがいろんな新聞に取り沙汰されている一つの面です。まだそういった面でそれが結果的に消費に回っていく部分もありましょうし、またそれまでのローンの返済に充てる部分もあるでしょう。いろんなことがあろうと思いますが、少なくとも経済のベースを大きくしない限りは景気が良くなることはありませんから、そこのところを基本的に全て据えてやらないばならんと思っております。佐々木健翔君。まあ経済のベースがなかなかこう増えていかないんですよ、政府の政策ではね。でやっぱり今大事なことはですね、消費税増税を中止するとはっきりするということであります。社会保障を充実させて大企業の内部留保を国民に還元させるというですね、そういうところに大きく踏み出さなきゃならない。やはり家計を直接温める政策に根本的に転換しないと、このまま突き進んでいったらこれは二重三重にですね、所得は減るわ、物価は上がるわ、税金が上がるわと、こんなことにですね、なっていくのではないかというふうに私は思います。で、したがって、今のこの路線を根本的に私はですね、国民の立場に立って、改めるということなしに、日本の経済の再建の方向はない。まあ、このことを最後に指摘いたしまして、質問を終わります。これにて佐々木君。